はだってもう衝撃ですよ。またまたま反サスンカットですから私展開図で切ろうとするからですね。今インスタグラムでリールでね100万再生されてますけども、落ちた瞬間には生え際が影響して、まあ、自然とバラバラになるっていうところなので、まず展開図の通りに切ったら展開図通り落ちないよって話なんですよ。現実は落ちない。で前から見てもほらもうガタガタになっていますよね。でもみんな綺麗に切らないと綺麗にならないと思ってるんですよ。違うんです。綺麗に切ったら汚くなるんです。展開図の通りに切ったら汚くなるんです。さらにはそのベテランの人は動画で学ばないから、だからあの若い子にどんどん論破されていくよって話で、でもその動画の作り方も全然違うんですよ。名前出したくないけどなんとかキャンプさんみたいなのと僕のはもう全く別物と思っていいです。なんヘイキャンプさんのはどっちかっていうと言っちゃった、まあ、これもまた 3,4 年後に話したらみんな当たり前になると思うんだけども、 VR とかが発達するとあの動画がなくなるんじゃないか、 YouTube なくなるんじゃないかと思うんですけど、全くなくならないです。むしろ美容師の授業は絶対に動画じゃないとあのダメなんです。言語的に説明しちゃうと騙されるんです。これが他では絶対にないってところなんです。あとはワンレンから学びません。コスパもいいんだけど、でもそもそもロングから切らなきゃダメっていうところ。これはまあカットの得意性なんですけど、カットには優先順位っていうのがある。その上手くなるとか綺麗に切るよりも知るか知らない頃が大事なんですよ。だからこれはカットがどんなに上手い人でもずれるっていう証拠なんですよ。だからこれでワンレン受かったからボブ全部切れますかって話、無理ですよ。どう考えても無理なの。だからそのそれをちょっと説明したいなというのと同時に、なんでカットが上手くならないのかというところを解消したいなと、ザザッと不可解なことが書いてありますね。そうですね。そのやっぱりカットが上手くならない、これ結構深刻な問題です。ただしかしです、これみんな上手くならないんです。結論を言うとね、今日上がってもう衝撃ですよ。またまたま反サスンカットですから私。怖いな、その反って入ってる。反サスンカットですから、うん、なんで反サスンカットになってるのかっていうところなんです。だからサスンのカットをみんなは信じすぎているからカットが上手くならないっていうところなんだけども、まあそれは何かって言ったら典型的に展開図で切ろうとするからですよね。僕の講習とか講座とか授業で何度で切ってくださいとか言ったことありますか？ない。ないですよね。あ、首振らないでください。声出してくださいね。皆さん聞こえませんから、後ろで無言で候補にやられても俺がなんか黙ってるだけ見られるからね、うん、まあそういう風にですよね。だから展開図でまず切ろうとしないでください。ただ僕も動画でこう線を引いたり展開図っぽいことしてるじゃないかと、何が違うんだっていうところを今日見せたいなっていうところなんですけども、あとは動画で学ばないと危険ですよとよく言いませんか、上の方のベテランの方、今の若い子は動画で学んでると、バカ野郎と、生で見ろと、生で見てなんぼだと、危ないですよと、本当に危ないから、動画で学ばないと危険ですよっていうところを説明したいなと。あとは単発で学ぶからですね。ショート上手くなりたい、ショートカット学ぼう。それは上手くなりません。まあその理由も今日もお伝えしますと。あとは、論理的に学ぶからですね。よくカットは論理的に学びましょう。言語化しましょう。言われませんでしたか？言われましたね。言われましたよね。だから論理的はダメなんだと。だからこそ上手くなるんですよね。で、ここでね、あの言っておきたいのはね、展開図で切ろうとするから、これなんでダメなのってことなんですけどね。これ展開図をまずね、もうバラしてしまいますとね、だいたいこういう風にね、綺麗に引っ張って切るんですよ、皆さん。ね。で、何ブロックかに分けて切るんですよ。そしたら、まあ、ボコボコになってるっていうのが、まあ、これ自然なことなんですよ。で、これ、イングラデーションもそうですね。イングラデーションも、まあ、内側が短く、で、ここまっすぐになって切っております。まっすぐなって切っておるけども、こういう風にね、まっすぐになるように切ってる。まあ、でも、こういう風に、下に下ろした瞬間にボコッとなると。これの典型が、まあ、今100万回再生されましたけども、まあ、この、サイドレイヤーですよ。今インスタグラムでリールでね100万再生されてますけども、まあ、まっすぐ切ったら、まあ、下に落ちた時にこのブルブルってなるっていうところなんですけども、よくありますよね。まっすぐ切って引いて切ろと、まあおもちゃのスタッフはもうよくわかってると思うんですけども、これが落ちた瞬間にはやっぱり頭の頭皮っていうよりも生え際が影響して、まあ、自然とバラバラになるっていうところなので、まず展開図の通りに切ったら展開図通り落ちないよって話なんですよ。現実は落ちない。で、前から見てもほらもうガタガタになっていますよね。これはだって綺麗に切ってるのに汚くなるんですよ。おかしいです。そうなんですよ。でもみんな綺麗に切らないと綺麗にならないと思ってるんですよ。違うんです。綺麗に切ったら汚くなるんです。展開図の通りに切ったら汚くなるんです。なんでですか？ What's your name?知らねえ意味じゃない、なんでですか、教えてくださいよ。そういうことなんです。どういうことなんですか。そもそもですよ、もう
持ってちゃんと切りなさいなんて1年目の時よく言われたじゃないですか。言われましたね。持って切りなさい。これをいかにで正確に持てるかってところなんですけどもね、もうこれ答え言うとですね、もう持った時点でガタガタになるってところなんです。確かに。そんなことを知ってましたかっていう。もう。持った時点でガタガタ。脳内で持ってました。持ったら綺麗に切る。そうなんです。でも持たなかったらどうですか？めちゃめちゃ綺麗。めちゃめちゃ綺麗ですよね。だから、まあ、どう切るかよりも、どういう状態で切ってるかのが大事なわけなんですよね。だから、その展開図通りに持って切るっていうことを、ちょっと信じすぎると、これは危険で、信じすぎている、世の中は。で、これを認識と教会っていう授業を70分やりましたよね。宗教みたいな授業やりましたよね。あれはカリスマコースしか見れないですけど、もう一般の方に見せたらあれもう宗教だからね。でも信じすぎてる、みんな。展開図を。だからまあそもそもですよ。じゃあ講座とオンラインサロンの違いをちょっと解説したいなってところなんですけど、今ね、最近オンラインサロンに入ってる方多いんですけども、僕はオンラインサロンと講座っていう、まあ2つ持ってまして、まあこのオンラインサロンの方は、まあ過去動画が200本あります。200本あって単発の授業です、それぞれ。それぞれ200本そうなんですけども、で、月額が6800円と。まあ月額でまあ学べるっていうところがいいんですけども、ただこの講座っていうのがちょっと特殊でして、この35本から90本で3コースあるんですけど、まあ王道なのは75本っていうか80本ぐらいのコースなんですけど、もう連続しています、授業が。もうこのロングからショートからフェードまで、もう連続して全部学びましょうっていうところなんですよね。で、この連続的っていうのがすごく特徴的で、まあ、大事なんですけども、で、こっちはオンラインサロンとは違って買い切りの商品になってて、で、特殊なのは買い切ったらもうオンラインサロン。6800円も無料になりますよっていう感じでやってるんですよ。で、これそもそもなんでそういう風にやってるのかっていうと、別にお得にしたいわけじゃないんですよ。僕そもそもオンラインサロンで月額取るのってあんまり向いてないと思ってるんですよ。だから2年間閉じてたんですよ。はい。もうオンラインサロンで6800円もらって、それがネックじゃないですか。やめようかな、やめるかなっていう。まあ確かに。それってなんか技術の動向とかじゃないじゃないですか。だからそういうのは嫌で、やめてたんですよ。技術っていうのは、そんな1ヶ月一朝一夕で上手くなりますかって話なんですよ。いや、難しい。そう。で、さっき言った通り、その、ショートを学びたいから、ショートを学ぶ。ショート上手くなりたいから、ショートを学ぶ。それは無理だっていう話で、僕の理論では、やっぱり、ロングから学んでいかないと、フェードまで学ばないと、ショートは上手くならない。根本的には。表面的には上手くなるかもしれないけど、それは表面ですよね。うん、で、その、じゃあなんで連続して、る方がいいのかっていうところなんですけども、今日はそれをちょっと説明したいんですよ。その連続的に学ぶことの重要性だったりとか、あとはうちっていうのは、まあその特化じゃないんですよ。もうそもそも苦手克服っていうところも、まあ世の中と全然違うんですけど、これを僕、いつからやってましたか？3、4年ぐらい前。3、4年ぐらい前から言ってますよね。言ってますね。大島さん、特化しちゃダメですよって。もう散々言ってましたね。散々言ってましたよね。みんな特化全盛の時代に。そうですね。でも今どうですか？ちょっとちらほらと特化は危ないんじゃないかという声が聞こえてきましたよね。ちょっと危ないんじゃないかと。風の噂で結構聞いてくる。聞いてきますよね。はい。ってことはどういうことですか？そうなんですよ。時代が僕に追いついたってことなんですよ。言うね。でもまあこれは見切っていたんですよ。だって特化、そんな強みっていうのは、そんなね、自分から出してくるものでもないっていうところなんですね。あとはそれは自分が飽きてしまう。同じことをやってたら人間は絶対飽きる。それはもう飽きられるよりもそっちの方が早いですよね。で、さらには、それ時代が変わったらどうなのっていうところで。まあいろいろあるんですよ、そういうふうに。だから絶対苦手克服がいいんですよ。で、これは、大谷選手、井上尚弥選手で、全国大会で優勝してる青森山田、全部苦手克服ですからね、テーマが。だから本当に強い人っていうのは苦手克服なんて、隙がない方がいいんですよ。攻撃力強いよりも隙がない方がいいんですよね。だからまあそういう風にやってるんですけども、まあ苦手克服がいいよってところなんですよ。でまあこれをテーマにやってるから、まあうちのサロンは入ったらまあつまんないよって言ってるのはそういうところだよね。そんなだって好きなことばっかやれなんか言ってないからね。まあ確かに。むしろ嫌いなことやれって話ですから。そしたら好きなことできるよって。だって僕だってね、好きなことやってそうに見えるけどね、編集だって嫌いだし、その書類出せとか言われたら、国から書類出せとか言ったら、いやでもやってるよね。休みないなんか俺税理士のとこ行きたくねとか言いながら言ってるよね。だからもう好きなことをやるとか嘘だよね。嫌いなことばっかやってる。今日一声なってます。本当に。でも、好きなことやるためにやんなきゃいけないんだって話なんですよね。そうなんですよ、ね。そう。だからもう、好きなことばっかやってんじゃねえって話で、本当に上手くなりたいんだったら。で、それ苦手克服がすごい良くなるからっていうのを今日最後まで言っていくんですけど、で、そもそもその、じゃあ、うち、ね、これ入っ
るより、うちで働いた方がいいんじゃないですかとか言うんですけど、うちね、おもちゃのアシスタントと講座生ね、学習料全く同じですっていうところです。なんか、オンラインサロン入ったら、なんか、ね、ちょっと学べるとか、でもおもちゃにいるスタッフはもっと学べるとか思ってますけど、僕から直接教わったことはありますか？ここでやる講習会だけですよね。だから首だけ振るなって。声出してね。はい。はい。声出してね。うん、そうですよね。で、さらにはこの前、アミちゃんに20分だけ教えたんですよ。おぉ、はい。その時にも動画撮ってましたもんね。はい。で、この後オンラインサロンで流そうと思ってるんですけど。あ、そうなんですか。そうなんですよ。あの時も撮ってましたもんね。だからもう、隙なく撮るんですよ。で、僕はね、会社でこう、囲うってことはせずに、情報は全部共有されてると。で、これもまた最後に言うんですけども、共有についてね。また共有ってことは好きだよね。で、まあ、動画と、講習の違いっていうのがあるんですよ。まあ、これ理由二つあるんですけど、まず一つ目を、これね、まあ、一つはめちゃめちゃ簡単なところからいきますね。これジブリ理論って言ってるんですよ、僕。ジブリ理論って言って、まあ、講習会って何回行けますかっていう、一つの講習会。一回。そうだよね。声張ってね。はい。一回ですよね。いいこと言いましたよ。だいたい一回ですよね。二回三回言うつけようってちょっとやばいですよね。相当オタクですよ。でも、動画だったら何回見ます？何回も見ますよね。これジブリ理論で、何回も見れるからいいのか、じゃないんですよ。じゃなくて、子供の時に見たホタルの墓と、今見るホタルの墓はどう見えますか？全く同じに見えますか？トトロは全く同じに見えますか？でもどっちも楽しいですよね。だから僕がこれ言ってるのは、いつも同じ講習に何回も行けって僕オンラインサロンでも言ってるじゃん。でも、それは、アシスタントの時に行くのと、やっぱりスタイリストになってから行くのでは、情報を得られるのは全然違うんですよ。なるほど。それはでも同じ作品でも。同じ作品でも、自分の立ち位置が変わるだけで、作品が変わるんですよ。これめちゃめちゃ分かりやすいです。ジブリ理論だ。はい。もう一つ分かりやすいの二つあるんですけど、その二次元と三次元の違いなんですけど、これもみんなね、なんか二次元と三次元だけ思ってるんだけど、もっともっと違うんですよ。それもっと深いんですよ。で、さらにはそのベテランの人は動画で学ばないから、だから若い子にどんどん論破されていくよって話で。なるほど。これからは僕の動画とかそういう動画作ってる人たちのものを見るから。でも、その動画の作り方も全然違うんですよ。動画の作り方も全然違う。名前出したくないけど、なんとかキャンプさんみたいなとこだった。はい。のと、僕のはもう全く別物と思っていいです。まあ、確かに。ヘイキャンプさんのはどっちかっていうと、言っちゃった。言っちゃった。ヘイキャンプさんのはちょっと悪口にはならないと思うんだけど、講習的なんですよ。確かに。動画的じゃないんですよ。だから VR とかに近いんですよ。で、僕のこの二次元三次元的っていうのが発達するとっていうかみんなが理解すると、まあこれもまた3、4年後に話したらみんな当たり前になると思うんだけども、VR とかが発達するとよりリアルな講習会になるよね。自分がこう視点をこう動かせるから。確かに。そう。だから、動画がなくなるんじゃないか、YouTube なくなるんじゃないかって思うんですけど、全くなくならないです。YouTube は絶対に残ります。むしろ、美容師の授業は絶対に動画じゃないと、ダメなんです。絶対にダメなんです。これは美容師の技術の得意性なんですけど、なんで動画で学ばなきゃいけないかって、二次元と三次元ってあるんですけども、まあこれは、こんな二次元と三次元なんかどうだっていいんですよ。ここまではみんなわかるんだけども、それによって何が引き起こされるかっていうと視点の固定なんですよ。これ土田さんにもね、喋ったけど、じゃあ、ここで僕が立ちますね。で、まあ、この視聴者の方にね、まあ、こっちの視聴者の方にね、45度ってこう見せるじゃないですか。今、インスタグラムに向かって45度ですよ。でも、Facebook から何度に見えます？多分30度ぐらい見えるじゃないですか、こういう風にしたら。30度です。ねえ。アリサさんから見たらもう、15度ぐらい見えますよね。はい。シンゴさんから見たらっていう感じで、これが講習会とか VR なんですよ。自分で視点が変わっちゃうんですよ。立ち位置によって。でも、動画は違うんですよ。動画は僕がバチバチに決めてるんですよ。だから45度っていうのが全部見えるんですよ。で、さっきのサイドレイヤーもそうですけども、角度バッチリ決めて線引いてるじゃないですか。もう紛れもない真実なんです。あれは論理ではなくて科学なんですよ。だから僕の授業は全部科学的なんですよ。視点が固定されてるんですよ。でもヘアキャンプさんとかどっかの人は、撮影は他の人に頼む。それはでも普通だよ。だって普通だもん。そんなの。だってこれ超大変だから。超大変だからこんなことしないんだけど、でも、それによって二次元が可能になったっていうところです。で、美容師の技術は結構この二次元的に学ばないといけないっていう。じゃないと、
言語的に説明しちゃうと騙されるんですよ。さっきみたいに、こう、いろんなところからこうカメラがポーって撮って、で、上手い人がやってたとしても、伝わらないんですよ。伝わらない。ってなると、伝わらないから何するかというと、言葉で補足するんですよ。これは裏面に、ここは45度に。でもその見えてる手は30度だったりするわけじゃない。本当に45度にやってたとしても。でも、人間が45度ってそんなビタビタにできる？できないよね。できない。そう。それもあるんですよ。だから、45度って言わずに45度を見せるんです。これが俺の動画作りの超こだわりで、これが他では絶対にないってところなんですよ。わかります？そう。なんかこの角度も、これ、パッと見せるけど、この直線に見えて、ここで切るっていう、この切り口を見せてるって、めちゃくちゃ難しいからね。これもワンレンショートなんですけども、今年は、今月はね、明日ショートの講習会するんで、これワンレンなんですよ。ワンレン見えないよね。でも質感調整っていうだけで、スライドとかチョップカットだけでこれを作るっていう30分の動画があるんですけど、まあ遊びですよ。ただの遊びだけども、まあそれが結構勉強になるんで、これを、去年まで1万円ちょっとで売ってたんですけど、なんと講座からオンラインサロンに投げてみようっていうところで、1ヶ月限定で。あとは僕の代名詞ですけども、ドラえもんのポケット。ドラえもんのポケットの形になっているところを切れば、まあ誰でも簡単に切れるっていう、まあちょっと画期的な授業なんですけど、これも視点、2つないとダメだと思って2つにしてるっていうところなんですけど、そう。1つじゃちょっと難しかったんで、まあ、2つにしてみようっていうところもあって、でも1つでいいところは1つにしてるんですけど、まあそういうふうに、まあ視点の固定をしてるわけですよ。で、さらには、その姿勢とかもやっぱりめちゃくちゃ大事なんで。姿勢はやばいですね。ドライヤーの持ち方だけでこんだけ距離が変わるよっていうのを、みんなは見ないとわかんない。でも、ここ持つだけでこんだけ広がるよっていうのも、見せることで変わってくる。こんなに近くで見れますかっていうところで、こんな近くで勉強しますかってところで、でも刈り上げってさ、本当に何ミリとかじゃん。こんな近いよ。こんな近いよ。俺より近いよ、これ。バリカンの使い方とか、多分みんな学んだことないよね。僕も学んだことない。でもこれ撮りながらやっぱ面白いんだよね。このちょっと細かな角度がね、全然変わるわけですよ。まあ、こんなクレイジーな作品が30分くらい続くわけですね。それが80分くらいあるんですよ。クレイジーすぎますよね。クレイジーじゃない、出れますね。これ3、4年作り続けてるんですよ。で、これだってね、もう嘘なしなんですよ。この近さ見れます？見えないね。こういう風に耳の裏のこの当てたとことが、この近く。見ないよね、もみあげとかね。見ないよね。だからできるようになるってところなんですよね。でもみんなここ三角形でとか言って、言っちゃ言葉で補正するんだけども、もう言葉で補正しないです。まあ、確かに。言葉は騙される。騙されますよね。うん、で、しかも挙句の果てには裏面とか言い出すよね。この前言ったけど。裏面すいてください。バカ野郎と。ちょっとめくってみ、他のパネルにとっちゃそれは表面やと。うらーって入れてるのは表だと言いましたよね。多分やるやん。その認識、それ嘘だよね。常識は嘘っていう授業でしたけども、あれ、1万円ぐらいで売りましたけども、100万ぐらい売れたんですよね。120万ぐらい売れたのかな、あの授業もね、すごい好評だったんで、いつかオンラインサロンに投げたいなと。どうしようかな、年末かな、お年玉かな、どっちかかな。あとは、その、うちの講座はワンレンから学びません。その、なんでだと思いますっていうところなんですよ。なんでロングから切るかっていうところなんですよ。まあ、難しいっていうのもありますよね。難しいってのもあるし、まあ、コスパがいいってのもありますよね。どんどん短くしていったらいいみたいな。確かに。なんか次のテストになったらもうこのウィッグじゃ切れませんみたいな、そんなん終わっちゃってるじゃないですか。まあ、そんなことはないように、1台のウィッグで7スタイルまで全部最大にいけるようにしてるんだけども、でも、そうは言えね。コスパもいいんだけど、でもそもそもロングから切らなきゃダメっていうところなんです。これはまあ、カットの得意性なんですけど、まあ、カットには優先順位っていうのがある。それぞれのスタイル。大事とされてるものが。ロングって何が大事ですか？いいですよ。顔周りだよね。毛の動きだよね。うん、じゃあ、ワンレンは何が大事ですか？左右の長さだよね。ショートは？ウェイトだよね。もみあげなんかもうかけたりさ、してるから、もうこんなちょっとの長さがちょっと合ってなかったところで誰が気づくって話、うん。で、こんな量がある、長さがある人が、ちょっと2センチ違いますって誰が気づくっていう。うん、でも、ワンレンは、めちゃめちゃ気づくよね。うん、まあ、確かに。っていう風に、まず優先順位として長さ、左右の長さはあんま合わなくてもいいっていうところで楽なんですよ。あんま合わなくてもバレないっていう。でも、その代わり前髪の質感とか、あとはその毛先の質感とか、だからチョップカット、ブラントカットとか長さを切るとか、
さっきもそうだけども、まあ、長さを切るっていうのも、ね、もう持って切るか持たないで切るかも全然違かったじゃないですか。だから、その、しかも、ここでじゃあずれてました。持って切ってずれてました。でもロングの場合にはそこはあんま気にならないんですよ。だから、下手でもいいんですよ。でも、これ何回も言うけど、下手でもいいけど、何回も切ってたらどうですか、大島さん。上手くなる。そう。上手くなるんですよ。だから、ハサミでまっすぐ切るのを上手くなろうとなんか全然しなくてよくて、そんなのいつか上手くなるっていう。でも、チョップカットとかブラントカットの性質を学ぶか学ばないかっていうのは知るか知らないかなんですよ。それを知らなかったら10年知らないんですよ。でも、アミちゃんは1年目で知ったらもう知ってるんですよ。あとは上手くなればいいだけなんですよ。だからその、上手くなるとか綺麗に切るよりも、知るか知らない頃が大事なやつ。なるほど。で、これまっすぐだったとしても、ここに癖があったらどうですか？伸ばしたら？ずれるよね。そうなんですよ。だから、まあ、最初のうちは左右の長さがずれたりとか、まあ、ブローとか学んだ方がいいよね。ブローとか、まあ、ちょっと切るとか、チョップカット練習するとか、まあ、そういった意味で、まあ、ロングが良くて、で、その後に長さ合わせるって難しいよね。っていう風になってくるわけです。でも、ボブでも、みんなこう、左右の長さ合わせようとするよね。でも、それもね、もう全然違くて、その、ボブも、うちって、じゃあ、作品をね、見せたいんですけど、どんなにまっすぐ切っても、切りっぱなしに風にしたら、絶対ずれるんですよ。で、こういう風に図形にしてね、現実的に見せてるんだけども、こう、ぐーっと伸ばすと、この毛先がずれる瞬間があるんですよ。で、これを、ま、講座では解説してるんだけども、またそれも図解してるんだけども、なんでかって言ったら、まあ、上の長さの長い毛と、この下の短い毛っていうのは、湾曲の仕方が変わってるんですよ。で、上の方はここからしかなんだけども、中の方は根元の方からまっすぐになるわけですよ。ってことは、その湾曲同士がどんどんずれてくるんですよ。だから、ま、ずれるってとこなんですよね。だからこれはカットがどんなに上手い人でも、絶対アイロン通したらずれるっていう証拠なんですよ。そう。だから、まあ、ブローを、まあ、ないがしろにするとか、批判的な人は、結局のところ、こういう切りっぱなしボブとか、まあ、カットを、本当うまくは切れないっていうことで、ちゃんと性質を理解してないっていうとかですね。まあ、ちょっと難しい話になっちゃったね。で、さっきは切りっぱなしボブだけど、これは韓国ボブ。韓国ボブもブローも違ければ、カットラインも違うわけですよ。なるほど。それは曲がり方が違うから変わるよねっていう。だから、これでワンレン受かったから、ボブ全部切れますかって話。無理です、ね。無理ですよ。どう考えても無理なの。だから、その、僕はね、別に25スタイル作りたかったわけでもないし、70本、80本の動画を作りたかったわけでもなくて、理論を解説しようと思ったらそれぐらいになっちゃったっていうだけです。で、しかも、その、連続性なんですよ、全部。だって、ボブが切れなかったらそれはわからないし、みたいな。認識で？そうなんですよ。でも、全然違うじゃないですか。全然違います。もう、全然違います。もう種類が違いますもん、だって。まあ、こういうふうに韓国ボブしているんですけども、まあ、そのブローの性質も違うし、生え方も違うし、あとは、そのブラシの入れ方みたいなもの違うし、さらには、ま、こんなウィッグをいっぱい使わないよね、みんな。そうですね。これを体験できるだけでも、ま、クソ安いんだけど、さらにはその、道具を何使うか。デンマン使うの？ロールブラシ使うの？もうそれだけでも全然違うから、まあ、それも見せているっていう。もう徹底的に道具、性質、濡れてるか乾いてるか。で、角度。もうこの角度とかもめちゃめちゃこだわって作ってるね。この角度が大事なんだけども、これはまあ20分とか30分の動画になってるっていう。これが80本あるわけですよね。講座はバカですよね。でも、さっきのオンラインサロンの方には、講座で作ってる作品を、これ超特別なんですけど、月に4本ぐらい、この公開してるんですよ。だからまあ6800円って、それプラス過去動画だから、まあ、めちゃくちゃ安いっていう。だけども、こういうのを俺今まで喋ってないんですよね。公に。そりゃ怪しいよね。ひたすら作ってさ、ストーリーでちょっとなんか新作出ますとか言われてもさ、それ怪しいよねっていう話で、まあ、こんな感じで作ってて、だから未だにこれは増え続けてる。増え続けるし値段も増えるってところなんだけども、まあ、そんな感じなんですよ。だから、まあ、スタイリングはカットじゃないっていう、この考え方はまだクソだというところなので、まあ、僕の講座では全部にスタイリングが入ってるっていう。もうカット編、スタイリング編みたいな。だって、これ大島さんね、カットとスタイリングこれ別だと思ってるでしょ？これはね、言葉で分けてるだけなんですよ。本当は、これをね。毎日届く DM にお答えして、とうとう2年ぶりに開講。環境に左右されずに100万売り上げられるスキルが学べる美容師学校。過去の講習会や講習会では絶対に見えない手元が見える動画授業など、約200本以上の動画が見放題。随時毎月限定で見られる動画授業も配信中。もう環境のせいにするのはやめて、自分の力を伸ばしてみないかい。
入会は概要欄に貼ってあるリンクをタップ。また告知なしで締め切るので、入会できるのはもしかしたら今だけ。